金沢さん、もふもふ、もふもふ。8月に入り、より一層暑くなり、夏らしくなってきましたね。そんな暑い日には、アイスが食べたくなるものです。うん。私は一人暮らしで、料理のために毎日スーパーに行くのですが、偉いね。スーパーに入ってすぐ目に入るのがアイス。あ、そう。今日は買わないぞ、と心に決めても、気づいた時にはカゴの中に一つのアイスが。人間ってちょろいですね。花沢さんは好きなアイスって何かありますか？ちなみに声優の武田とやなさんは一日に一個はアイスクリーム食べているそうです。大丈夫か、やち。そっか。アイスってそんなに食べるもん？食べたくなるのはすごくわかる。31の前に通りかかるとうってなったりするが、そうだね。なんだろう、私あずきバーが好きです。今さ、あずきバーのちょっとなんだろう、プレミアムバージョンっていうのが出てるらしくて、ゴールドのパッケージの希少糖を使ってますみたいなアイス出てるんだって。広告でしか見たことなくて、これをいつか食べたいと思って、でコンビニに行くたびに探すんだけど、ないんだよね。あれどこに売ってるんだろうね。どこに行けば手に入るのか、調べればわかるんだろうな。なんだろう、普通の小豆バーも大好きなんだけど、プレミアムがどんな味するのかすごい気になる。あとはチョコミントですね。やっぱアイス屋さんに行くとチョコミントは絶対頼むな。いいな、アイス食べてないな、全然。食べよう。一日一個は多すぎない？うん。